私は長い間この部屋で彼らを見てきました。日だまりの中にいる彼らの幸せも人知れず思い悩んだあの夜の苦悩も知っています。二人が約束を誓った日を、新しい家族が近づいてくるのを、私は見てきました。でも今が一番幸せそうだ。私はただここにいるだけ。そして引き継がれていくんです。